ちょお待たせいたしました。さあ今日の動画は何を言われようが岡田監督語録、もう動画再生回数を、ね、狙ってるんじゃないかと言われてもいいです。いやそんなことないそんなことないいや狙ってるわけじゃなくてやっぱ阪神は面白いよね。いやそうなんですよ。オフでもやっぱり、ね、岡田監督が面白い発言。いやだからそれで見てくれるんだと思うよ。あ、なるほど、うん、ありがたいですね。ありがたいよ。今日も行きます岡田監督語録、はい。まあ、秋のね、秋季キャンプも終わりました、はい、で、アジアチャンピオンシップも終わって、はい、森下選手や佐藤輝選手も、はい、シーズン終えました、はい、そんなところでの一問一答入ってきました。まずは秋季キャンプを終えて野手では例えば野口選手、はい、門別選手猛アピールしましたよねというふうに記者が問いました、うん、すると、はい、来シーズンに向けてスタート切った時に、あ、こいつえらいすごいのがまた来たなみたいな、なで今までやってたやつもすごい力つけたなとかさ、そういう刺激は必要やと思うけどな、うん、ということで起爆剤の登場をやっぱり心待ちにしていると、うん、岡田監督はこれはどうなんですか。やっぱり今スタメンの選手たちの何か、まあ、刺激だろうな、うん、まあ、刺激と何につけても一生懸命やる人が好きだから、はい、舐めてる態度を取ったりだとか、うん、細かいこと言えば、うん、挨拶一つ取ってもできないやつは外すっていうさ、はい、そういう厳しい姿勢ではいると思うよ、うん、だからその若手の名前を出すっていうのはその選手たちはもっと頑張ろうと思うし、はい、聞いたレギュラークラスの選手はやべえなっていうふうに思うかもわからないしね。例えばその野口選手は外野手、はい、で今年ブレイクしたのが森下選手ですけれども、はい、その森下選手に対してやっぱりその定位置じゃないよ、まだまだうかうかしてらんないよっていう起爆剤みたいな意味もこもってるんですかね。いやもう絶対そうだよね。やっぱりね、危機感がないと成長しないよ、うん、だからもっと成長させたいし、もちろん若手にも出てきてほしいっていうこともあるし、はい、で自分たちが85年で優勝した時に、うん、はい、やっぱ新しい地っていうのがなかなか入ってこれなかったんだよね。そうですね、あ、まあ、そうなってくるとやっぱ新しいこう刺激っていうのをチームに注入していかないと、はい、チームが緩むというかさ、うん、まあ、そういう形になるのを一番怖がってるのかなっていう感じはするよね、うん、やっぱり岡田監督そのいうこともおっしゃっていて、2006年、はい、2007年も優勝争いしたけれども勝ちきれんかったというのがあったと、うん、で2008年はパッと変えたやんかとスタメンを、うんうん、2008年新井がファーストになって平野がセカンドになってやで、赤星平野の 1,2 番にしたんやで、うん、やっぱそんだけ変えてな、まあ、最終的には勝てんやったけどもある程度優勝見えるところまでは行ったからということで、うん、やっぱり2007年と2008年でそのぐらいバッと変えたっていうその変化っていうことを岡田監督はやっぱり重要視している。まあまあそうだよね、うん、だから相手を見て戦うっていうよりもさ、自分のチームの中での競争がないと相手と戦えないというかさ、はい、相手を見ながら戦うんじゃなくて、うん、自分の中でここで打たないと明日からもう飯が食えないとかさ、はい、そういう危機感を与えてるっていうふうに、うん、俺は思うけどね。そのやっぱ安心感っていうのが緩みだったりとか、まあおそらくね、まあ今年のオフは、まあ、契約更改も始まってるけども、はい、相当上がってくると思うんだよね、うん、レギュラークラスで出てた人たちはね、うん、まあそしたらやっぱりねどうしても緩むんだよ人間って、うん、はい、うん、だからそこを岡田監督も厳しく戒めようとするというか、うん、金じゃない、うん、勝負だぞっていう、うん、じゃないとその上がったのが来年パーになるぞみたいな、うん、まあ、そういう危機感も与えてるのかなというような感じはするけどね。あとやっぱハングリー精神、やっぱ一度優勝経験したってなると、はい、一つの目標をもう大きな目標を達成したとなると、うん、やっぱそのモチベーションを保つ位置をキープし続けていくっていうことにはやっぱり刺激とか、まあそうだね、大事ですよね。まあ岡田監督の野球ってさ、はい、人では野球やんないよね、うん、やっぱ戦略とか戦術だとか、はい、それに適した人間を出していこうとするし、はい、で一人スターが抜けたとしても、うん、そんなの関係ないって、うん、なんか埋めれるわって、はい、戦略戦術でって、うん、まあ、そういう思考の人だから、うん、そんなにこう人で戦おうなんて思ってないよね、うん、ただやっぱこう真面目に野球に取り組んでる人じゃないと長続きがしないっていうのはよく分かってるよね、はい、うん、でここ一番粘りがあるかないか、
それはもう常日頃の態度だとか、うん、そういうことが表してくるよ、やっぱ、うん、人がやることだけに、はい、だそこをやっぱよく見てるよ、岡田監督は、うんうん、だからアンカントするなよってみんなって、うん、緩んだらすぐ分かるぞっていうような、まあ、脅しもあるよね。そうですね、うん、いやだからね、岡田監督の前でなんかちょっとズルしてとかごまかしとか聞かないってことですよね、うん、まあ、野球はよく見てるし、うん、岡田監督はね、選手がどういう姿勢でやってるかとか、うん、こう一つ一つやっぱ丁寧に見てるし、目を凝らしてね、はい、でそれ以上にこういろんな態度、うん、それを見てるのが平田ヘッドだからこれは厳しいよ、もっとさらにね、いやこれは厳しいよ、厳しいとかそこにそびえてるってことですもん、ね、いやいや、そうそうそう、だからもうバットの置き方も見てるからね、はい、でも本当にそういうことが大切で、うん、そういうことがやっぱプレーにも出てくるっていうのを、うん、いやよく分かってるんだよ、ね、そうですよね、うん、現にそれをねシーズン中やってしまった選手が2軍にやっぱり落とされたりってありましたからね、そうそうそう、だからもう平田ヘッドっていうのは、うん、横田がね、うん、あの最後の引退試合の時に8回の途中から守備に使いました、これなぜかというと走っていく姿が俺は好きだったんだと、うん、だからみんなで出ていくんじゃなくて途中交代であの走りを最後見たかったっていう風な、だからもう常に目を凝らして見てるんだよ、はい、うん、だから岡田監督も信頼してんじゃないの、そうですね、全面的に、まあ、さらに記者さんからこんなことも問われました、侍ジャパンに行っていた佐藤輝明選手、森下選手の2月が楽しみですよね、はい、と、うん、岡田監督、もうそらあれから見てないからな、会ってないからな、えっと逆に聞き返し、あ、じゃあ楽しみと不安どっちが大きいですかと解いたところ、そら帰ってきてびっくりする方が楽しみよ、いい意味で俺ちゃんとあるかな守備位置と思う方が楽しみやろということで、楽しみじゃないよな本人は嫌ですよ、本人は嫌だけどでもその方がチームとしては楽しみだよね、活性化にはなりますからね、まあ、絶対なるよね、で佐藤輝明選手の守備も鍛えたいところではないですかと説いたところ、だから本当は鍛えなあかんのやということで、三塁守備でポロポロとしていましたよねというと、そりゃあかんよまだまだやというところで、まあまあ佐藤輝明選手今シーズンねサードポジション固定という中でやっぱり守備というところでもいろいろあったと思うので、いやもうこれで完璧な選手ってなかなかいないよ、うん、はい、まあ、ほとんどいないって言っていいよ、うん、だから日々練習もするし、うん、まあ、積み上げてきたものっていうのが大事なんだけども、うん、だからまあ代表に呼ばれたからねしょうがないけども鍛える時期だったなっていうふうに思ってると思うよね、うん、まあ、秋季キャンプでも、だからそれを言うことによって守備の意識を促してるという、そうですね、記者を使ってね、うん、まあ、あの今年初めの春のキャンプではそのショートを小畑選手と木浪選手で競わせていたじゃないですか、はいはい、で2人が切磋琢磨して、まあ、木浪選手が勝ち取った、例えばサードっていうのはもう佐藤輝明選手がコンバートしてっていうところで今シーズンそこありきで始まったところだったんですけど、来年のキャンプってサードって岡田監督どういうふうに競わせていくんですかね。いやそれは若手をこう入れたりだとか、うん、やっぱしていくと思うよ、うん、今年木浪と小畑をこうしたけども、うん、小畑をサードに持ってくるかも分からない、あ、だからそういうやり方だってあるし、はい、だからやっぱりどういうふうに刺激を入れたらいいかっていうのは考えてると思う、例えばまあ守備、まあ、バッティングもまだまだと思うんですけれども、守備どういうふうに鍛えていくべきなんですか、佐藤輝明選手。もうね、受けた数だよ、あ、うん、守備はまず、うん、まあ、確かにこう言われることはたくさんあるよ、基本だとかどうのこうのって言われることはたくさんあるけども、そういう思考で何本ノックを受けれるかだよね、うん、丁寧に、はい、だからね、もう振り回しとかよくやるんだよ、キャンプで、あ、はい、そうだよね、あっちこっち飛び込むとか、はい、やるなって言ったんだよ、俺はね、帰った時に、はい、もう基本が大事なんだから、うん、もうね、ファンにね、アピールするような飛び込みなんかいらないって、うん、飛び込むなって逆に言ってたんだから、足で取りに行けって、はい、じゃないと飛び込んだら楽なんだよ、うん、で、守備範囲が狭くなっちゃうんだよ、うん、だから足を使って取りに行けっていうことはたくさん言ったんだけどさ、うん、まあ飛び込ましてたけどね、ある人があ、ある人が、はい、いや、だけど、守備ってやっぱね、基本が本当に大事で、うん、それをしっかりこう何回も何回も反復練習してるとおのずと上手くなるんだよ、はい、それと10個あったエラーが今シーズンは7個になって、うん、翌年は6個になって5つになったって、
でそういうもんなんだよ、地道なもんなんだよ、うん、だからそういう根気のある作業をとにかくやりなさいということだよね。そうなんですね、うん、やっぱサードのポジションっていうとやっぱホームランを狙える選手たちがいるポジションっていうイメージが強くて、まあまあ確かにね、まあ、今シーズンまで岡本選手サードずっと守っていたり、あと宮崎選手とか、まあ、打ってくれなんだよね、まあ、そうですよね、うん、だけどやっぱ守備もうまいっていう岡本選手とかも、いやそれはもちろん宮崎選手も、うん、だから佐藤輝明選手ももちろんそうやって反復練習鍛えていけば、うん、そうなっていける選手ではで、ね、もうしつこくしつこくこう粘って粘ってやってたらね、不思議とバッティングでもボールでも振らなくなるよ。それって何、これはね気持ちの粘りが出てくるから。いや本当に、はい、だからもう不思議なもんで何でも練習ってつながってんだよ、うん、ね、だからとにかく長距離ばっかり走ってるやつって粘り強いよ。あ、単に長距離だけをずっと走らせてるっていうことではないんですか。違う違う、やっぱりねその中でやっぱスピードを保持して、うん、ね、一生懸命走ってるやつっていうのはやっぱしぶとくなるよ、うん、選手として。これは不思議なもんでさ、だからサトテル もとにかく受けた量だし、基本はしっかり身につけてやって、で打席に入って本当に粘り強くなるから、バッティングでも変わっていくんです。変わっていくから、あとはそのさらにバッティングの技術だったり打席で その立ち方だったり、うん、それはどういうふうに成長していく、まあ、これはやっぱり相手の組み立てだとか、うん、いろいろこうもう3年間やったデータも残ってるしね、うん、だから傾向としたらここを待てば必ず来るとか、はい、それを的確に捉えられるかどうか、うん、まあ、そこにかかってるけどもね、うん、まあ、サトテルの能力って図抜けてるから、うん、飛ばすことに関しては、はい、だからみんなそこを期待しちゃうけども、だけどさ3年連続20発以上ってなかなかいないぞお前。よく考えたらそうですね。そうだよ、だからあれでよくやってないとは言わないけど、うん、期待感が大きいだけに負荷をかけてるけどもね、はい、だけどもう少しやっぱこう率は残せるな彼は。岡田監督もそれを見越して分かっててのやっぱりいろいろ愛ある表現なんですよね。まあまあそうだよね、だからサトテルで勝ったゲームっていうのは今年たくさんあるしね、うん、はい、だからもう能力が高いからもっと上手くなる、もっともっとやってくれみたいな、うん、まあそういう欲は出てくるけども、うん、やっぱその欲に応えないとね、うん、そうですね、ファンも望んでるし。確かに、うん、そのためにもなんかいいライバルが出てくるといいですね、サトテル選手。まあライバルに置かれた選手は嫌だと思うけど、ね、逆に、ね、いやいやこの素材には勝てんよって思うよね。あ、でも岡田監督はそれを望んでるんですもんね。いや、そうそうそう、うん、まあ、それとやっぱ使い方も悪かったらポン外して生かすかもわからないしね、うん、はい、まあ、それが一つの刺激になって、まあ、チームが良くなることはすごく望んでると思う。そうですね、うん、あとやっぱり話にも出てた森下選手、はい、森下選手はどうですか、来シーズンキャンプでそのライトでもちろん競う相手が。森下は、まあ、確かにまだまだ野球という面では覚えていかなきゃいけない部分もあるよね、はい、日本シリーズでダブルエリアになった、うん、ああいうボールの処理とか、はい、そういうのは勉強しなきゃいけないし、ただねアンダーで井端監督の下でやった試合なんか見てると、うん、バッティングが変わってきてるよ。どういう風に変わる。いや、低めのボールに引っかからなくなった。何でもブリ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 振ってたのが、うんうん、はい、振らなくなってきたから。おお、だから成長はしてると思うよ、はい、だから気を抜かなければ、うん、来年もいけると思う。ただもっともっと野球を勉強しなきゃダメだよ、うん、こういう状況の時にどうのこうの時にで守備についた時でも、もうコーチがいらないぐらいに自分で起点を利かして守備位置を移動しとくとか、はい、まあ、そういうこともなきゃいけないしね、うん、でバッティングでこういうところでは右打ちした方がいいとか、はい、まあ、そういうことをしっかり勉強して、うん、それが勉強してもできるようにならないと勉強したうちにならないから、うん、そういう技術をしっかり身につけてほしいなと思うね。そうですよね、うん、ただレギュラー確保ではまだまだ岡田監督はないってことですね。来シーズン確定ではないっていう。まあ確定ではないよね、うん、多分確定はしないと思う。まだそれだけの試合数をこなしてないし、はい、1シーズン、うん、やっぱり1シーズントータル的にこなして、まああいつは勝負強いなとか、うん、そういう肩書きが出てくるとね、はい、いいけどまだまだやらないとね。ですよね、うん、外野手といえばその、ね、野口選手っていう若手の選手も出てきましたし、ね、いーー、はい、あと前川右京選手ももちろんいますし。でもその名前出てこないね、なかなかね。そうなんですよ、だからね
もう岡田監督物足りないって思ってるのかもしれないですし、井上選手って選手ももちろん、ね、まあ、そう、まあ、名前出てこないな。そうなんだ、寂しいですよね。いやいや、だからもう泥臭いのがいいんだよ、うん、一生懸命なの岡田監督は。もう、ね、ここに昭和って書いてある。いやいや本当にそうですね、昭和の野球ですもんね。いやいや、もう本当にね、我々の良き時代の時の鍛え方を多分してると思う、はい、そうか。あとミーセス選手もいますから、うん、みえちゃんも、みえちゃんな、早く主役になるといいんですけどね。なかなか難しいレギュラーの主役に、なかなかですけれども、で外野手争いっていう意味では森下選手もうかうかしてる。いや、だからまあ競争が始まってるっていうことは確かだよね、うん、うただこう他球団から、うん、あんまりこう来てないという、うん、ここら辺がちょっと心配なところかな。他球団から来てないっていうのは、そのいわゆる新しい選手を、まあ、例えば今年なんかその現役ドラフトで大竹取ったじゃない、はい、それがやっぱ、はい、うん、これが刺激になったよね、はい、だから生え抜きでね、うん、上がってくるっていうのも大事だけども、はい、今年トレードだとか、うん、FA だとか、 FA はあんまり参戦してないですね、はい、だからまあここら辺でなんかこう一発刺激があると緊張感が生まれるのかなと思うけどね、はい、またね。そうですよね、だからその、うん、トレードも阪神タイガースとしては、うん、やってもいい、やるべき、行ってもいいかなっていうふうには豊さんは、まあ、思うけど、うん、でも無理にしてもしょうがないしね、はい、まあまあまあそうですよね、うん、そうか、まあ、去年のこの時期はそうですね、あの鍋亮選手日本ハム、そうありました、まあ、取ってきたりだとかね、はい、で中野がコンバートされて同じセカンド手でどうなるかって、そう、でも鍋亮を取ったがために緊張感で中野がフルイニングを出たんじゃないかっていうの気もするしね。へえ、鍋亮も日本ハムでセカンドとしてレギュラーで出た選手だからさ、うん、はい、だからそういう危機感もあったのかなというね。確かに、まあ、一つの刺激とすれば、うん、まあ、鍋亮の成績を考えるとちょっと残念な結果だったかもわからないけども、うん、刺激という意味では中野に対しての、うん、すごくいい刺激になったというふうには思うよ。ですよね、うん、あと佐藤輝明選手が、まあ、調子が上がってこなかった時にそこに代わって鍋亮選手がサードに入ったりとか、まあ そうだね、うん、それでまあヒット打ったりとか、うん、そういうのが例えば佐藤輝明選手の心に火をつけたりとか、まあまあそうだね、あとは糸原選手、はい、まあ、今年から代打っていうところになりましたけれども、ただ代打の位置も死守するには結果を出さなきゃ、鍋亮選手よりも結果出さなきゃっていうところで結果出しましたからね。だからその糸原だってまだ代打で収まってるっていうのは本来はまだ動けるしね、はい、だから頑張ろうとするだろうしさ、うん、まあ、刺激はあるにしても人の入れ替えがあるともっと刺激になるんだろうなとは思うけど、ね、確かに時でも欲しい選手が多分いないのかもわからないし、だから動いてないっていうだけですよね。向こう他球団から阪神を見た時に欲しい選手はいっぱいいるだろうけども、うん、いやそれとは変えられないよみたいな、うん、まあ、全部こうやってるかもわかんないし、ね、まあ、不成立になってる可能性ありますよね。まああるね、まあ、でもだから時として外からの血の入れ替えというか新しい血が入ってくるっていうのはまあいいことですよね。まあいいことだね、まあいいようにならないといけないよね。確かにそうですよね、うん、まあ岡田監督はね使い方がうまいから、はい、うん、だからまあそこら辺はうまくやるとは思うけど ですね。あとはまあ今年の現役ドラフトで新しく阪神に入ってくる選手はどこのチームの選手なんだろうって。いやでもどの程度なのかっていうことがあるよね、うん、いやそうなんです、他球団もどういった選手たちを出してくるのか、まあそうだね、っていうのも楽しみですけれども、はい、まあね、秋季キャンプを終えて豊さん阪神、はい、まあ、来シーズンも連覇に向けて、はい、この秋の秋季キャンプは何点だったでしょうか。まあ、実際見てないけども、うん、ただ岡田監督の言動だとかいろいろ聞いてると90点ぐらいは、でも若手の門別とか、はい、あの野口とかね、うん、まあ、支配下にするとか言ってるし、だからまあ順調に若手も伸びてきてるし、うん、だからそういった意味では里取りを鍛えられなかった、森下を勉強させられなかったっていう点はちょっとマイナスだけども、はい、まあだけど90点ぐらいは多分いってると思うよ。素晴らしいですね。でもただマイナス10点足りなかったっていうところは、だからまあ里照ると森下選手を鍛えられなかった、抜けてるというね、そこなんですね。まあそういうところもあるし、うん、切り式を休ませてやれなかったっていうところもあるんじゃないかなっていう、あ、まあそういうところもあるよね。及川も言ってたし、そうか、だからまあやっぱりね、監督としたら全選手が揃って見たいよね、うん、そうですね、
だからその新聞を使いながら刺激を与えてるけどさ、まあだけど自分の目で見てね、これじゃダメだとか、まあいろんな指示はしたかったんだろうと思うけども、まあでもおおよそ100点に近い90点というね、そこら辺は見れなかったから。うん、確かにそうですね。で、門別投手、やっぱピッチャーで若手のいい投手、来季使えそうな投手出てきたよっていうことは、投手陣に対してもうかうかしてられないよっていうことも何かサインではあるんですか？まあそりゃそうだよね。だから、まあ、高橋遥人が、はい、また育成でね、まあ、まだ良くならないんだね。ちょっとだ、来シーズン途中ぐらいからってことなんですかね。まあ、可能性もあるけど、早く見たいなと思ってね、はい、やっぱ素晴らしい投手だけどね、だからまあそういうところも控えてるし、はい、だから戦うメンバーはたくさんいるんだよ。そうです。例えばじゃあただ緩みが怖いんだよね。そうですよね。で、西純也投手は最初は先発 で結局最終的には中継ぎっていうところにはなりましたけれども、じゃあ来シーズンもう一回先発挑戦するのか、中で岡田監督は行かせるのか。まあ、もちろんね。どういうふうなその先発の活動。いやいや、まあそれはもうチームの事情だから、先発投手陣が揃ってるんだったら、中継ぎからスタートさせるかもわからないし、はい、まあ、岡田監督のことだから8枚ぐらい先発を揃えそうな感じがするけどね。まあ、村上投手、大竹投手に始まり、まあ、西勇輝投手、青柳投手の来シーズンっていうのをすごく楽しみです。いや、もうやっぱちゃんと使っていくと思う。まあ、今シーズンがねちょっとなかなかっていうところあったで、でも来シーズンはまた変わり身を見せてくれると思うしね、そこに門別投手が入ってきたりとか、まあいろいろあるよね。だから後ろはどうするんですか、大シーズン。後ろはまたそれで それは考えると思う。そう、湯浅投手にもう一回戻すのか。いや、戻してくるような構想ではいると思う。あと新しい外国人投手を取ったので、その投手をどういうふうに使うのか、まあ、とかね、まあ、いろいろこれからやらなきゃいけない作業というのはたくさんあるし、やっぱ計画としては、まあ、春のキャンプに向けてこうしていこうという計画はこれから立てると思うけどね。そうですね、もう完全にここから選手たちオフに入るわけですね、まあ、1月の自主トレまでは。そうだね、だからまあその時にどういうことをね、みんなが準備をしてくるか、はい、ただね、やっぱ今年のキャンプを見て、あの緊張感からすると、はい、みんな仕上げてくると思うよ、しっかり。もう2月1日には。だから森下も来年は春先、故障はしないと思うよ、はい、肉まなれは。肉まなれ、そうかそうか、そうそうそう、うかうかしてられないですね。うかうかしてらんない、本当に。まあ、オフになってももちろんあの我々は岡田監督語録を追っていきますので、まあ、もちろんでしょう、ね、そうですね、はい、楽しみにしていただければと思います。はい。